こんにちは、糸仕事です。この YouTube チャンネルは仙台の毛糸や糸仕事が編んだものや毛糸などをご紹介するチャンネルです。今日は編んだもの紹介をお届けします。編んだもの紹介の動画です、はい、前回の動画はこの編んだものを入れる棚を作ったので、組み立てたので、ここに物を入れてきますっていう動画だったんですけど、見てくださった方々ありがとうございました。まだの方ぜひ、この動画見終わってからでもね、見てみていただけると、楽しんでいただけると嬉しいです。じゃあ今日はここにかけてるものとか、あとこの段に入れてるこの辺ですね、ちょっとご紹介していけたらなと思います。じゃあ最初にもう出てるやつからいきましょうか。これはもうこのチャンネルでも前回前々回ぐらいご紹介したんですけど、機械編みで編んでた、女の子のサマーセーターというかブラウスですね。これは昭和の編み物本から、パターンを拝借してというか、もう書いてあるその通りの目数でゲージを合わせてから頑張って編んだっていうやつですね。で、動画でご紹介してたんですけど、パリエっていうちょっと特殊な、私が持ってるやつとゲージの違う編み機を使って編まなきゃいけない、すごいハイゲージのニットだったんですけど、ダイヤル1とかもうめっちゃきついテンションで頑張ってなんとか編んだっていうやつですね。はい、パフスリーブで、で、なんで今日持ってきたかというと、仕上げをしたからですね。後ろにボタンを3つつけて、で、son にボタンループ、あと son の縁も、細編みで仕上げています。プラスチックの赤い、同じような赤のボタンを見つけられたので3つつけてみました。で、あと水通しをした時に、この襟をね、わざとちょっと引っ張って乾かしたら、いい感じにフリルになりました。前お見せした時は結構もうなんて言うんだろう、こうペトッとねまっすぐの襟になっちゃってたんですけど、本当はフリルになるはずだったんですよ。でもなんかゲージ詰めすぎてやたら落ち着いた襟になっちゃってたんですけど、乾かす時に引っ張ったらいい感じのフリフリになったので、そのまま乾かしました。まあちょっとこうやると戻っちゃうかもしれないけど、また引っ張ればこうフリフリします。やっぱフリフリしてた方が可愛いかなと思ったので、このまま仕上げました。はい、そんな感じですね。これで本当に本当に完成なので、はい、せっかくなのでもう一回お見せしようと思って持ってきました。5、6歳ぐらいサイズだったと思うので、はい、またフィンランドの、ゴッドドーターにどうかなと思っています。はい、以上です。じゃあ続いて、すごい熱い。はい、続いてですが、じゃあショールからいこうかな。これもお見せしたことがあるものですが、完成したのでお披露目です。どっちが表だっけ。これが表で、こっちが裏です。違い分かりますか。こうすると分かるかな。このね、ここのブリオッシュがこっちが白っぽくて、こっちが赤っぽいですよね。はい。ブリオッシュってリバーシブルで2色で編むと裏表で色の出方が逆になるので、一応こっちが表になります。はい、こちらは、スティーブン・ウェストのエクスプロレーションステーションというショールです。大きいね、こうやって見ると。前ご紹介した時は多分まだブリオッシュの次のセクション編んでたぐらいだったかな。こういうなんかサムネイルにしたんですけど、はい、最後は緑でシェブロンも編んで、4カセ使い切るってほどでもなく、どれも、まあ、30グラムぐらい余ってたのもありましたね。なのでまあ300グラムとか200グラムちょっとぐらいの、まあ軽いショールですね。はい、で水通ししたら結構広がりました。ガーター編みのところが多いので、縦に伸びます。はい。ちょっと暑くて触りたくもないって感じですけど、まあ、巻いても素敵なんじゃないかなと思います。ちょっと春っぽいカラーなので、また春先、ちょっとね、肌寒い時とかにいいかなと思って。で、このショールはずっと編みたいパターンだったので、やっと編めてすごく満足です。
もう1枚ぐらい編んでもいいかなと思うけど、セクション5だったかなんだか覚えてない、ここら辺がやっぱ1段の長さが長くて結構単調な編み方になる、一番単調な編み方のシンプルな編み方なので、ちょっとこの辺で飽きてきたんですけど、ブリオッシュあたりまではもうすごい楽しくて、特にこの引き返し編みのところがすごく楽しくて、結構なスピードで編んでたショールですね。はい、またそのうち編むような気がしておりますが、これでまたスティーブンのショールが1枚増えました。この間の動画でご紹介したこのショールの棚にね、あと入れたいと思います。まあしばらくはちょっとご紹介したばっかりのもの、編み終わったばっかりのものは目に触れるところに置いときたら楽しいかなと思うので、この辺に置いておきたいと思います。はい、じゃあ続いてこちら、また暑苦しいやつがやってまいりましたが、これはですね、もう何回も動画でご紹介したことのある、グラニーストライプブランケットです。一番最近ご紹介したのは、この間のクリスマスのブログマスだったと思います。その時も編んでたやつですね。で、多分2年前のお正月ぐらいに始めたやつで、はい、かぎ針編みのグラニーストライプなので、まあ、グラニースクエア編むみたいな長編み3目のクラスターをこうどんどん作っていくっていうやつで、ひたすらひたすらこれは余り糸をつないで編んでたプロジェクトです。なんだっけ、マジックノットっていう2本の糸をまあほどけない玉結びにして、糸端をもうちょきっと切っちゃうので、糸始末がないっていうつなぎ方ですね。サイズは今ね、床から床にちょんって先がつくぐらいで、自分の頭を私と同じぐらいか、160センチぐらいかな。じゃあで幅はこうやって手を曲げてるぐらいだから、まあ80センチぐらいかな測ってないので分かんないんですけど、まあ適当なね、幅で、家にあった前に編んだ別の、ブランケットと内耳ぐらいの幅になるように、作り目して編み始めたやつですね。ちょっとそれより実際細くなったかなと思うんですけど、もうとにかく中細糸で、フィンガリングの糸で余ったやつを全部入れたやつです。自分の手染めの糸もあれば、オパールのソックヤーンとか、そういうコマーシャルのソックヤーンもあれば、全然ソックヤーンじゃなくてセーター編んだやつとかもあれば、本当いろいろです。太さだけフィンガリング、だいたいフィンガリング、ライトフィンガリングからヘビーフィンガリングまでいろいろありますけど、だいたい中細ぐらいのやつ、何でもありの。そして1段編み切らなくても段の途中で、変えても OK っていう感じで、ただ1個ルールがあったのは、1色あたり4段までで、大きい玉が余ってると4段以上編めるんですけど、できるだけスクラッピーな感じにこうどんどん色を変えたかったので、マックス4段にしてます。まあ、例外はここのグラデーションの部分かな。ここは4色使ってるんですけど、あ、でも2、3段ぐらいずつか。ただまあ同じシリーズの糸で合計4段以上は編んでますね。はい、まあそんな感じで対策ですね。結構測ったらね、1キロギリないぐらい、900何十グラムでした。で、2年間ぐらい編んでたのかな。はい、でこの間もうこれいいんじゃねって十分長いんじゃねっていう気がして完成させました。はい、というのもね、次の余り糸プロジェクト始めたくて、でずっとこれが余り糸と一緒に家のカゴに入れて編んでたんですけど、ちょっとそのカゴもね、また次のプロジェクトに使いたいし、残った糸も次のプロジェクトに使いたかったので、一旦これはここで終わりにしました。これ以上重くても大きくても使いにくいと思う。結構重いねこれね、片手で持つとちょっと手が疲れてくるぐらい。はい、ただこの断面、色の変わり具合楽しいですよね。はい、で結構何でも全部入れることにして、これはなんだろう、色が濁るからとか、
組み合わせがちょっととかっていうのは全く考えずに入れてるので、赤もあれば茶色もあれば、でその辺入れるとやっぱ濁った感じにはなっちゃうんですけど、もう全部ありっていうことにして編んでるので、最初の方結構パステルで始まったのが、この辺は結構ダークになってきて、ちょっとダークすぎるなって言って明るい色をできるだけ使うようにしたりとか、はい、これは妊娠中も編んでたし、妊娠中はこれしか編めない時期があったんですけど、お腹が苦しくてこうやってずっとソファで編んでたっていうね、前もこの話したと思いますけど、はい、それがねもうついに完成しました。しばらく用はないけど冬になったら使いたいと思います。暑い。はい、じゃああとちっちゃいものをパパッと紹介して、糸を紹介して終わりにしましょう。もう暑すぎ。さて次はご紹介してたかな、ブロッキングまだだったかな、いやブロッキングしてからお見せしようと思ってたんで多分まだご紹介してない、機械編みの、ソクニッティングマシーンで編んだ靴下2足ですね。でこっちは、ちょっと久しぶりだったんで練習としてまた思い出すために編んだ今年の19足目だったかな、サーキュラーニッティングマシーンで編んだ19足目。ちょっとこれは引き返し編みのやり方、前やってたのと違うやり方でやっちゃって、ゲージもきつめにしちゃって幅が細いのでサイズも小さくしました。はい、この糸はなんかもらい物だったかな、多分カメレオンカメラとかなんかそういうやつだったんじゃないかなっていう気がするんですが、ラベルがないのでちょっと分かりません。はい、かわいいね。でもう一足はこちらは、7月の手染め糸を編んでみたサンプルです。糸仕事の手染め糸で、こちら7月の手染め糸、もうネットショップで販売してまだあります。もう8月今日8月1日か、はい、8月になっちゃったんですけど、まだ販売してますのでよかったら、編むとこんな感じに、マイクロストライプっぽい感じになります。でもちろん風によって色の出方は違うんですけど、結構オレンジ黄色白と出てきて楽しい模様になったかなと。はい、こんな感じ、結構可愛いよね。私結構気に入ってるんですけど、なんかネットショップでの反応より、まあ、店頭で見てこのサンプル見たり実際に枷を見て買ってくださる方の方が多かったかな。はい、そんな感じなんですけど、おすすめでございます。はい、よし、じゃあ最後に月の手染め糸関連で、8月はですね、もう暑すぎてなんかちょっと涼しい色をと思って青にしました。また6月の手染め糸もこんなね、ちょっと水色アジサイって言ってたんですけど、もうちょっとディープな、ブルーグリーンっぽい青にしました。いかがでしょうか。結構私は気に入っている青なんですけど、少し緑を入れているので、なんて言うんだろうな、ちょっとジュエルトーンというか、はい、で一応単色ではありますが濃いところと薄いところとあるので、柄物の靴下編むのにおすすめですね。レースの靴下とかレースのパターンでおすすめなのは、数個前でご紹介したこのモンキーソックス、これはフリーパターンですし、あとは52週間の靴下の本からウーナソックスとか、これも模様が簡単だったんで、あとはちょっと凝ってるけどフィンランドのデザイナーティーナクさんのなんだっけ、なんとかっていうやつ、はいとかね、あとはサリスノルドルンドさんのポエットとかも可愛いと思います。これで編んでも、はい、こちらもネットショップに載せておきますので。でこれはこっちはシルクモヘア、同じ色で染めたシルクモヘアの糸です。なのでなんかウェアとか編むんだったらセットで使っていただくと可愛いかなと思います。でこのシルクモヘアもね、すごいなんて言うんだろう、濃い色でなかなか素敵だと思います。はい、でこれはちょっとソックヤーンのしっかりめというか結構ガサッとしたタイプなので、これだけで巻物とかだとちょっとチクチクというか、チクチクまではしないけど、なんていうかな、ゴワっていう感じはあるんです。靴下には丈夫でいいんですけど、でもし何か巻物とかセーターとかにやるんだったらモヘアを合わせるとそれだけでもう全部が柔らかくなるので、このセットだったらウェアとか小物とか
そう、ちょっと暑苦しくてあれだけど、この一かせずつあれば、この、帽子、これはサリーさんのなんだっけ、私が1月にハマって編んでた帽子なんですけど、これも一かせずつで編めますので、こんなのもいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じです。ちょっとやばい、汗めっちゃ汗が垂れてきた。はい、ちょっと扇風機エアコンのところに逃げますので、今日はここまでにしたいと思います。はい、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちょっとね、暑くて、私本当に暑さに弱くて、家はガンガンエアコンつけてるんですけど、お店のエアコンは全然弱くて、ちょっと古すぎて全然なんかダメなんですよ。はい、なんで編み物はね、もうここではちょっと無理。お家では今また余り糸プロジェクトを、新しいやつを編んでて、まだそれは全然 SNS にも載せてないんですけど、まあ、次また完成はしないと思うので、次の動画で編んでるものの紹介っていう感じでご紹介できたらなと思います。あと他に縫ってるものもたくさんあって、あ、それも今日ご紹介しようと思ったので一応言っとくと最近なんか暑すぎてお店で作業してるとき、染めてるときになんか編んだりとかもしてるんですけど、最近はもうもっぱらソーイングですね。夫のシャツを1枚2枚目はまだ完成してないけど、自分のマウンテンパーカー、カッパ兼マウンテンパーカーとか、あと浴衣をリメイクしてロンパース自分の作ったりとか、そういうのをやってました。着物リメイクにもちょっと最近興味が出てきて、浴衣や着物や羽織を解いたりしています。はい、そんなのはね、インスタグラムのストーリーズにいつも載せているので、動画の更新頻度は低い、ここの更新頻度はそんなに高くないんですけど、今何やってるのかなと気になる方はぜひインスタグラムを見ていただければと思います。はい、じゃあセブンに行ってなんかアイスかなんか買って涼みます。じゃあ今日はここまでです。チャンネル登録、いいね、高評価お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Give me love, give me all your love, give me all your love. Give me love, give me all your love.